そうですね、どちらかというと三上君と八村君、この2人に限定されてきてますから、はい、わー、本当ですね、と決まりました。しかもシュートがファールももらっています。この辺が、ね、杉本君の良さですよ ね、はい、そうですね、落としてるんですけど最後やっぱり攻め切る、あとフォロースルーを長く持ってることで手が当たりましたね、はい、はい、そうですね、ここでまた松脇のシュートが落ち出しました。この第4クォーターは松脇のシュートが落ちています。このステップワーク、もう見これだけ変わるもんですね、島田さん、積極的にもうリング目指して入っていきますね。素晴らしいプレーぶり。はい、そうですね、やっぱりキャプテンシーっていうのはすごいプレーにも出てますね、はい、なるほど、やっぱキャプテンがこういうプレーを見せるっていうので、やっぱりチームもすごいそれについていって、リバウンド取ったらもうちょっと走ってね、そうですね、はい、アウトランパーとかそういうのを見ながら、このマークでノーマーク今打ってほしいですね、はい、八村、まあ、今のプレーで、はい、まあ、選択もいいんですけど、完全なノーマークですから能見君がね、そうですね、僕はあのこの4クォーターまでにこう競っていったときに、これだとかなり辛くなってくるんじゃないかなっていう。6分30秒を切ります。校長山崎レイアップブロックした、またブロックですね、八村のブロック当たってますね、はい、まだ外のシュートが当たっていません。これは合わせてブロックしました、八村のブロック。ここら辺が今杉本選手、まあ、ちょっと上に上げようとしたんですけども、その前に叩かれました、はい、吠えてますね、そうですね、リードは1点です。山崎ナイスパスだ、平井はブロックした、あー出てましたね、八村のブロック早かったですね、今のブロックもね、これ平岩選手行ったんですけど、はい、上からボールを抑えましたね、八村ブロック5本目です。すごい、今平岩で決まったかなと思ったら ね、 思いましたね、そこは諦めないのが大事ですよね、はい、いましたがよくシュートを決めました。13点取りました。松脇1対1ダンクを見せた、八村のダンク軽いですね、あの辺はね、はい、僕は勝ちと勝利というのは結びつかないんじゃないですかね、八村のダンク、アウトサイド陣に勝つを入れてるかもしれませんね、こういうのはね、そういうことですよね、はい、はい、こういうビッグシュートが出ると